どうもこんにちは、てげやチャンネルです。これは今リアのフレームが折れたので地金置き場の L アングルで作り直そうとしているところです。長物はティッシュで3ポール、タイヤ交換をしようと思ったらサビがひどすぎる。チューブタイヤだからパンクしてないのか、サビを落としてリートを修正します。動画でたまに出てくる板金屋の社長さんです。わからないところやできないことを教えてくれます。今回はホールの修正をしていただきました。タイヤ交換も終わり、いよいよボディ編です。近所のおじさんたちに手伝ってもらい、3人でシャーシーにボディを乗せました。意外と重いので注意です。これは下地を整えていますが今することではありませんね。作業工程が多すぎて現実逃避中です。 FRP の修正準備をします。割れや弱いところの塗装を剥がして FRP の下地を出します。反対側も。やからヘビはここに2人いますよ。あ、死んでるわ。いや、生きてる。生きてるよ。生きてるよ。なんで隠れる。怖いよ。あ、切れた切れた。もっと遅らせてください。かかってこんやろね。とかかってきますよ。これマムシじゃねえぞね。わかんない。いや、